皆さんこんにちは、声優の梶裕貴とゲストの山下大輝です。めっちゃ俺の方見てるけどありがとうございます。こちらこそです。お忙しいところやっと実現しました。いや嬉しいですもうなんか、はい、もう思い残すことはないかな。いや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 まだ今番組始まったばっかりですから。本当すか、あ、そっかそっか。ほら皆さんね、リアクションが ありがとうございます。こんにちは。すごい、早速お肉の絵文字とか。本当ですか、もう流れる速度がそんな絵文字あったんだなっていうね。いや、ありがたいです。いやいやいや、まあすごい奇跡的にですけれども、はい、たまたま今日が子供の日っていうね。やった、ゆうきくんちに遊びに来たよ大輝くん、大輝くん玄関の扉開けた時からそのテンションだったからね。いやもう本当に超ワクワクしてて今日一日朝起きた時から今日カジさんち行くんだ、カジさんちっつうかもうカジさんちっつうかね、この配信する場所にね。いや嬉しいですよ。もうずっとそれこそお声掛けはねさせていただいてまして、もう本当になんか運命のいたずらかのようになんか全然合わなくてスケジュールがそうだね、半年間ぐらいこうずっとね皆さんにもこう山下くんいつか呼びたいんですよっていうのは言ってて、ずっと来てる、ずっと来てる。なんか信彦さんとかも、うん、今度カジくんのやつ出るよとか言って超自慢してくるからうーってなってたんですけどいやいやいやね、今月はだからもうちょっと僕も本気を出しまして、はい、多分ね15箇所ぐらい、この日どうですか、この日どうですかっていうのを送ってようやく今日、まあ多分ね、はい、そのいつもとお互い本当は何か仕事があるところの、うん、たまたまない日みたいなのが、そうですね、多分ねかぶったんじゃないのかななんて思うんですけども、うんうんうん、運命ですよ、神様がやって許してくれたみたいなところありますね。ありがとうございます、神様どんな時間神に祈る時間がありましたけどね、まあそんなようやく念願の、はい、山下大輝くんが遊びに来てくださいました。ありがとうございます、ありがとうございます。カジさんも諦めないでくれ。いやもう、もう山下くんには来てもらわないと。それはいやもう本当に嬉しい、本当に嬉しい。こちらこそ。ちょっとじゃあ、はい、ね、早速です、乾杯をじゃあしましょうかね、はい、はい、皆さんもお飲み物の準備はいかがですか。山下くんもうちょっとマイクに近づいた方がいいよね、はい、そのこれを伸ばしてもいいし自分が出てもいいんだけど、はい、さあというわけで、はい、僕はいつも通りこちらですね、コーラでございます。山下くんは、僕は体にいいお茶です。これ飲むと痩せるって言われてそんなこと僕さっきそのラベル貼ってある状態見ましたけど、はい、飲んだだけで痩せるものは基本的にこの世になかなかないと思う。そうなんですか。しかもコンビニにはあんまり売ってないかなと。本当ですか。僕特保信じすぎちゃってそういうまあね、僕も信じてますけどもちろん意味はあると思うんですけどね、運動とかいろんなね、そうですね、大事ですから。本当はね頑張んなきゃいけないんでしょうみんな野菜ジュースじゃないんだってそう、あ、僕今日そう野菜ジュース買ってこようかなってことがちょっと思ったんですけど、ちょっとね、まあまあ後ほど話しますから、まず乾杯ということで、じゃあちょっと恒例の、あ、あ、いい音、ちょっと気持ちいいな。緩めのプシューでしたね。スムーズに何のノイズもなくね。いや、というわけで、はい、今日は水曜日ですか。そうですかね、水曜日のお昼にもかかわらず皆さんお付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます、ね、山下くんも本当に念願かなってありがとうございます。楽しい2時間を過ごしてまいりましょう。はい、乾杯。乾杯。皆さんも乾杯。皆さんもいただきます。ああ痩せちゃうすごいシステムだね。もうそれは怖いよ。それ作った人じゃあ天才だね。俺も欲しいわそれ。本当って飲んだだけで飲んだだけで痩せちゃうわ。怖いわもう。激薬だよ。毒の可能性がありますからね。それは。ダメだ。いやいやいや。そうね、本当だから。もう山下くんって言ったら、はい、野菜嫌いの肉好き、まあね、肉好きの野菜嫌いかな、ね、順番的にはいやね、僕は野菜好きだし、まあ、肉も好きですけど、はいはい、まあね、こうツイッター上で ね、よく絵文字だけ送り合ったりとかそうなんですよ今まさにあなたたちがしているようなことを本当だ、もう画面上が肉と野菜で埋め尽くされてますけれども、肉派閥と野菜派閥がこう争ってますね。そうですね皆さん、あの好きな方、自分が好きな方を
の絵文字を入力してください。ちょっと野菜警察、どうも野菜警察です。いや、本当に見つかるんですよよく逮捕されたがってる節もあります。あ、肉派が多いなこれは。でも肉に見えてトマトも混ざってますね。これはっていうかこんな絵文字豊富なんですね。本当ですね。すごいすごいすごい。素晴らしい。かつてここまで食品がコメント欄に流れたことがあるだろうか。すごいですね。魚がいますよ。食品構成。聞いてないですよ。魚ね、うん。魚派もね、実際いますよね。黄色いあれは何？あれ何あれ？なんだパン？たまにちょっと遊んでるな、この人たち。あれだ。ケーキの人いる。ケーキか。なるほど、ショートケーキってことね。なるほど、そこにかけてあるわけだ。なるほどいいですね、うんうんうん、ケーキもいいな。もうただ好きな絵文字打ち選手権になっちゃってるんでねもう終了したいと思いますけれども、はい、まあ、そこまでです、ね、いやいや、あ、米もある。おなるほど、米もいいんだよ。米と肉の相性はいいから ね、それはもう山下くんが一番知ってますからね。そうでございます、僕の猫ちゃんもお米って言うんで。そう、かわいいね。僕写真見せてもらったことありますけども、ね、もう山下くんがお米だとしたらその猫ちゃんがお米だということで、僕ダブルお米になっちゃってます。あ、そうかそうか。お肉だとしたら、うん、猫ちゃんがお米だと。そうなんです、僕がお米にバウンドする日もね癒されるんでね、やっぱかわいいね。そうなんです、動物はやっぱ癒されるんですよ、いいよね。